NEO1973 とは、オ p e n m o プロジェクトで開発されたオ p e n m o c o Linux が動作するスマートフォンである。その上、QtExtended、Devian、Android といった他のソフトウェアプラットフォームが NEO1973 に移植されている。NEO1973 はオープンソースハードウェアとして設計され、ハードウェアコンポーネントのほとんどがオープンソースドライバーを使用しており、 カナダドルファイルは、クリエイティブコモンズの継承ライセンスで公開され、回路図面も、オペンもこと、ウィキメディアコモンズから、クリエイティブコモンズの表示、継承ライセンスでダウンロードできる。デバイス名の由来は、携帯電話の発明者である、マーティン・クーパーが、初めて携帯電話で通話した年である1973年から、来ている。発売時は、ネオ1973と、 ネオ1973と一貫していない商品名だった。ネオ1973は2007年7月9日から2008年2月までベーシックモデルは300ドル、ハードウェア作業ができるツールキット付きが450ドルで売られていた。発売当初は出荷の延期を余儀なくされたことや開発の困難ぶりによるサプライヤーの不足に悩まされた。 ジバージョンの携帯電話であるネオフリーラナーの出荷が始まったのは2008年6月24日だった。ウィキメディアコモンズにはネオ1973に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。